にちは。こんにちは。最近全員紹介動画上げれてなかったんですけど、久々に全員紹介動画撮っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、イボルブさんのフワットパッドという、まあ、新しいサブマットですね、うん、はいはい。このサブマットの、まあ、最大の特徴なんですけど、はい、今これ、まあ、収納時の一番小さい状態、はい、今この大きさになってるんですけど、まあ、これがなんとこうなりまして、おー、こうなる、こうなります。ちょっと、はい、おー、大丈夫です。大丈夫ですね。めちゃくちゃ大きい。そう、めちゃくちゃ大きいんですよ。うん、いや、すごいね。はい、僕のリーチが、177あるんで、まあ、それよりもさらに長い、まあ、大体2メーターぐらいの幅あります。そのメインマットをこう引いて、まあ、その上に引いて、なんかこう踏み抜きの防止にももちろんなりますし、もちろ ん, なんかトラバース課題とかでこう横に低くて横に引くのとかにもしますし、まあ重ねたらね、厚みもあるし、そうですね、そう、こういう状態でも、まあいろんなパターンを、厚みが、まあこの状態だと厚み2センチ、じゃあまあ重ねると重ねたら4センチ。まあちょっと安心感ありますよね。まあ、こんだけ広いんで、まあストレッチ、ああそうやね、確かに。にもいいですし、車中泊するときに何かその下に引いたりとかってすごい最適な、なるほど、あるかなと思いますね。色の方が上でも、まあ、リバーシブルに使える感じで。ただ畳むときは黒い方が、ああなるほど。外側に来る感じ。そうですね。じゃあ一回畳んでみたいと思います。はい、お願いします。はい、で、畳み方なんですけど、まず、この縦長の状態にしていただいて、うん、マジックテープですか、がしっかり外側に来るように畳んでください。はい、はい、これ一回ね、今、失敗してるんで。これが。まあでも簡単や。簡単ですね。小学生でもわかります。2、3回失敗したけど内緒のやつ、ね、はい、畳むとサイズなんですけど、まあ標準的な、まあカバーがないのが逆に楽かもしれへんですね。そうですね、まあ、メインマットに挟めるサイズかなと思います。使いやすそう、はい、そう、まあ持ち手もあって、まあ、これでも全然いいですし、シンプルなんですけどかなり重宝するサブマットかなと思います。まあ、値段は25,300円。まあ、ちょっとそのサブマットとしては、まあ、結構いいお値段するかなと思うんですけど、まあ、やっぱり4倍に広がるっていうのが、まあ、かなりこの汎用性が高い、製品になっています。はい。今一番おすすめの、一押しのサブマットですね。なるほど。ありがとうございます。はい、買いたい。いや、欲しいですね。いいですね。めちゃくちゃ欲しいです。まあ、今はちょっと数も本当に少ないんで、はい、もうね、気になる方はもうぜひ検討してみてください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。